日韓の国力差。軍事専門家が比較した日韓の国防力とは、海軍力は親子の差。いっそのこと日本海の領海に沿って旭日旗を立てた V で囲ったら、異常興奮の末血管破裂して自滅するかも。ニュースポスト7、井上和彦氏の記事から。韓国軍の装備が日本の自衛隊と拮抗しているのは、韓国が日本を意識して装備しているからではないでしょうか。本来韓国の仮想敵は北朝鮮のはずですが、北朝鮮との戦闘ではなく日本を意識した装備品が散見されます。また潜水艦にアンジューコンと命名したり、揚陸艦にドクトと命名したり、本来友好国として連携すべき日本に対するデリカシーがまるでない。日本側は無視していますが、これに頭を悩ませているのがアメリカです。朝鮮半島有事の際には日米韓が共同作戦を取らないといけないのに、韓国は日本に友好的ではない。アメリカの東アジア戦略にとって日本列島は非常に重要です。ここを奪われれば中国軍もロシア軍も障害もなく太平洋に出ていけるので、アメリカの西海岸すら危うくなる。しかし朝鮮半島はそうではない。アメリカが極東で海兵隊と海軍の主力を日本列島に置いていることがその証左でしょう。だからアメリカは韓国が日本に敵対することをやめさせたいが、なかなかそうならないのが悩みなのです。日韓の国防力を比較した場合、数の面では韓国が勝っている。しかし質的には日本が上回るでしょう。例えば韓国空軍は自衛隊より性能のいい戦闘機を持っていますが、練度では自衛隊は負けていません。米軍も自衛隊には一目も二目も置いています。海軍力では主要艦艇数も艦艇や航空機の性能も海上自衛隊が圧倒的に上回っています。それに練度の差が大きい。そもそも海上自衛隊は経験豊かな旧海軍軍人によって育てられており、ゼロから立ち上げた韓国軍とは違います。これまでの在日米軍との緊密な関係や長年にわたる共同訓練などから、米海軍と共同作戦ができるのは海上自衛隊です。日本が大隅型輸送艦を配備した際、韓国はこれに対抗するかのごとく同様の全通艦板を持つ少し大きな強襲揚陸艦を作って東洋一などと誇ったこともありました。いずれにせよその艦名もしかり、韓国の仮想敵国は一体どこなのかと問うてみたくなります。兵力に関しては韓国が2倍以上と多いが、今の軍隊に徴兵制はなじまない。現代戦は一昔前のように数がものを言う時代ではありません。現代の軍隊は高度化したハイテク兵器を扱わねばならず、それゆえに体力だけでなく高い士気と知力が求められます。したがって自らの意思で志願して入隊してきた若者で編成された自衛隊は現代戦に向いているのです。日韓の国防力は海軍力では親子ほど違い、総合力でも日本が勝っていると考えていいでしょう。以上が記事の内容。ここからは試験になる。わざわざ日韓を比較する必要などないが、さすがは井上さん、うまくまとめましたね。自衛隊と韓国軍の最大の違いはその抑制力にある。自衛隊は命令が下らない限り他国の軍用機に FCS レーダーを
照射するなど絶対にありえない。そもそも韓国は未だに戦時中であって、敵国は北朝鮮であるにもかかわらず、日本を仮想敵国としている時点で終わっていると言えよう。ただし、この記事では触れられていない落とし穴が自衛隊にはある。それは弾薬の備蓄が十分ではないということだ。最新鋭の護衛艦であれ、搭載する VLS は半数以上にミサイルが搭載されていないという。突発的な有事の場合、初陣で撃ち尽くせば補給のため帰港しなければならない。無事に戻ったとしても補給するミサイルが豊富にあるわけではないようだ。ミサイルに限らず、通常の銃弾の備蓄についても同じだろう。弾道ミサイルや巡航ミサイルを持つ韓国軍は、初撃で日本の弾薬備蓄施設や補給施設を直撃することができる。いくら練度で勝っている自衛隊といえども、弾薬と補給が止まれば戦うことができなくなるのだ。まあ、これは韓国軍のミサイルの命中率がカタログ通りであればの話だが、油断は禁物である。今回、国産巡航ミサイルの開発が始まることも決まったので、その他の弾薬も備蓄量を増やしておく必要があるだろう。そして護衛艦の VLS には平時からミサイルを十分に装填しておけるようにするべきであろう。何度でも言うが、国民は日本だけが戦争を放棄したとしても、相手にとってそれは何の意味も持たないということに気づくべきだ。たとえ差し違えてでも、反撃するための軍事力を持つことは主権国家として当然の権利であり、国家が国民を守るための義務でもある。こちらから侵略することはなくても、降りかかる火の粉は払わねばならない。そのために日本は強くあらねばならないのだ。この記事に対する国内のネットの反応は、日本はトマホーク作るけど韓国どうするの、北の姉ちゃんに怒られる、マンホールに落ちる戦闘機もたまには思い出してあげてください。日本はもう少し弾を備蓄しましょう。韓国はまず小銃と軍服と超過をまともにしましょう。いくら練度が高くても相手から攻撃されないと反撃できないのでは、初撃を飽和攻撃にされた場合、生き残るのは半数以下だ。総合力を高めるため、国民の安全性を高めるため、憲法改正が必要だ。弾薬足りない自衛隊から弾薬借りた国があるよね。戦車といい、戦闘機といい、韓国のコントには勝てません。知らんけど。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画で感じたことなど、どしどしコメントいただけると嬉しく思います。またグッドやバッドの評価もお願いします。チャンネル登録とベルマークのクリックで新しい動画の投稿時に通知されますので、合わせてよろしくお願いいたします。